こんばんは、作曲家の小田貴文でございます。先日ユニバスさんの方の情報でですね、面白いプラグインがありまして、ちょっと触ってみたので、今日はこちらのご紹介をしてこちらのご紹介をしていきたいと思います。こちらのご紹介をしていきたいと思います。オーバーラウドというメーカーの GEM モッドというプラグインですね。こちらはですね、ローランドの SDD320 ディメンジョン D という、もともとあった実機のですね、こちらの、エミュレートしたプラグインですね。で、もともとこれはちゃんとした本物バージョンのプラグインがあって、これの簡易バージョンみたいな感じで出てるんですね。でもこの簡易バージョンなんですが、結構これだけでも使えるので、私はこれ今後も便利に使っていけそうだなと思いました。で、そもそもこのローランドのディメンジョン D というのは何なのかということなんですけれども、こちらはいわゆるステレオイメージャーのようなモジュレーションのエフェクターですね。ま、あの具体的な原理はちょっと分かってないんですけど、多分周波数的にこうスプリットさせたものをステレオにこう振り分けて鳴らすことによってステレオ感を出すというもので、大手のスタジオなんかは必ずと言っていいほど入ってました。で、私もスタジオで見たことはあるんですけど、あんまりその使ってるところを見たことがなくて、実は世代ではないんですよね。ただ仕事では見てないんですが、まあ、幼少期から聴いてる音楽には必ずと言っていいほど使われてるような機材なので、実際触ってみて、あ、なるほど、これは定番として使われるだけの理由があるなと実感しました。というわけで実際こう触って見ていきたいと思います。例えばエレクトリックピアノの音ありますよね。これにこちらの GEM かけてみますね。こんな感じに左右に広がるんですね。で、プリセットがあるので、まずこれで試していきたいと思いますが、このモードというのが 1,2,3,4 とあって、これで多分より複雑に深くかかるようなイメージがあるので、まずはこのモードで、好きなステレオ感をまず選んでいくという感じですね。ただ今日はちょっと分かりやすく簡単に見ていきたいと思いますので、具体的なところはまあそれぞれで掘り下げて見ていくという感じにしまして、今日はこれがどんな感じの効果があるのかというのを見ていきたいと思います。まあ、といった感じで、スピードというのは揺れるスピードですね。スピードの速さ、これが、何ヘルツという単位でも変えられるし、テンポシンクさせたこの四分音符、8分音符、16分音符とか、こういったテンポシンクさせた速さの調節もできると。で、デプスはこの深さなので揺れる深さですね。で、シェイプはこれ多分その広がっていく度合いというか、ここで設定したものをここでさらに強めていくみたいな感じになるんじゃないかなと思います。私も
ちゃんと説明書見て言ってるわけではないので結構適当なこと言ってます。でアマウントっていうのは、まあ、それのかかる量なんで、まあ、デプスシェイプがあってさらにアマウントっていうのが深くすればより深くなるっていうのは分かるので、まあ、どこで何を調節するのかちょっとまだ分かりきってないんですけれども、アマウントはかける量ですね。で、ちょっと面白いのがここにドライブというのがあって、ここで歪み感がちょっと増えるブーストのようなものがありまして、これミックスを 100% にすると分かりやすいですね。ドライブというので少し歪み感を加えられるのでザラッとしたような音になって、この原音とのまた分離感というかいい奥行き感も出ますよね。で、ここにステレオワイズ、ステレオウィズっていうんですかね、これは、まあ、よくあるステレオイメージャーとかであるようなどのぐらいワイドに広げるのかというものですね。でこれが結構極端に変えられるんですよ。ただこれ、100% までいっちゃうと若干逆走的な感じで裏側にいっちゃうので、まあ、触ってみた感じ 20%30% ぐらいで十分広がるなという感じがします。次に例えばパッドの音とか、ステレオに広がってなおかつ、少しその音が滲んで音数が増えたような感じですね。すごい芯の出てるような音を滲ませてこう広げるみたいなの時にすごい良くて、ピッチ感が音痴に聞こえちゃう可能性があるので、これかけすぎは注意だなと思います。ただこういったコーラス効果を加えてステレオを広げるといった、真ん中をこう開けてやりたい時とかはこれを使うことによってこの真ん中からこう避けてもらうというのにも使えるんじゃないかなと思います。あとはベース、素の状態だとこんな感じでかけると、よくあるステレオに広がったベースの音ですね。で例えばこれも今ベースに、センドで別のトラックに送って、そこでこの GM かけてるんですけど、でその手前に EQ を挟んでやることによって、低域のステレオ感は広げたくない場合はローカット入れてやったり、ただこの低域が広がってる感じがすごいかっこいいというのであれば、まあ、EQ は入れなくてもいいと。まあ、こんな感じでベースを、広げるっていうのも普通のコーラスとかフェイザーとかディレイとか使っても真ん中がしっかり残ってステレオを広げるって結構難しいですよね。なのでこれはすごい楽で、しかも変な影響が出づらい音をしてるなと思います。
試しにこれモノラルで聞いてみますね。モノラルでバイパスと聞いてみます。これ例えばモノラルで放送とかその他あのモノラルのスピーカーになってしまうとかっていった時にこういう状態になるってことを頭に入れておいて使った方がいいということですね。まあ、もちろんあのステレオ広がった分その真ん中の成分が少ないので音量がやっぱり小さくなってますよね。これはちょっとベースに使うのであれば要注意かなという気がします。じゃあ最後にちょっとドラムとかシンセが鳴ってる中でベースを GEM かけたらどうなるのか試してみたいと思います。まず素の状態で聞きますね。今ちょっと分かりましたかね。センドで送っているのでここでオンオフしながら聞いてみたいと思います。はい、ちょっと分かったか分からないか、微妙な感じもしましたが、こういった感じでですね、GEM モッドを使うことによってですね、ステレオ感を自然に出すことができる、かけすぎは注意なんですけれども、要所要所でこういうのを使って真ん中をこう抜いてですね、左右に、逃がしてやるといったようなことにも使えるんじゃないかなと思いますので、私は今後ちょっとこれを便利に使わせていただきたいと思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。